皆さんこんにちは。だいぶ涼しくなってきまして秋めいてきた今日この頃なんですけれども、今日もこちらラブーンの専属の社用車リトルカブ50、こちらを使って今回は今非常に話題になっている製品のご紹介をしていきたいと思います。はい、今カブに着座しまして、こちら今モニターが見えてるかと思うんですけれども、アクセサリー電源を入れます。で今起動します。はい、見覚えのある方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、多くのライダーに今非常に注目されているこちらのカープレイドライブレコーダー搭載のポーダブルナビ、こちらは昨日幕開けでなんと一晩で3000万円オーバーしたという非常に人気のある製品ということで、今回はこの AIO5 ライトご紹介をいたします。で今回のご紹介の観点はもうこちらの製品は今二輪のカープレイポーダブルナビの中では最も最高峰と言われているナビだというのはもうお分かりいただいている方も多いと思いますので、今回私は細かな機能、買わないとわからない機能まで含めて詳細をご紹介するとともに、私自身こちらの方実は発売される前に実装テストを重ねてまいりまして、アキーヨさんと共同で開発をしてきたという経緯もありますので、細かな詳細情報もご紹介できればと思いますので、ぜひ最後までご覧になってみてください。今こちらメーターの方が映りましたけれども、これ何ができるかと言いますと、まずこちらになります。リンクをします。はい、このような形でカープレイにつなげることができるということになります。はい、でカープレイも今非常に早くこのような形で映ったのがお分かりいただけると思うんですけれども、今これ携帯をカメラにして今撮影してるんですね。でその携帯に接続して今カープレイが映し出されているという状況なんですけれども、このように即座にカープレイに切り替わるということがまず一つ非常にこちら長けているポイントになります。通常ですと非常に時間がかかったりとかほとんど繋がらない。でメリットとしては何かと言いますと、携帯をわざわざ出さなくてもバイクにホルダーをつけなくてもこのようにマップが使えたりとか、あとは電話使うことができたりとか、音楽を聴いたりとか、もちろんインカムが必要だってこともあるわけなんですけれども、そういったことができるということになります。なので見ていただくとお分かりいただけると思うんですが、こういったメーター周りのところに携帯のホルダーを置く必要がないですし、すっきりとした見た目を維持できるということです。ここになんかこうホルダーがあったりするとなんか見た目が悪かったりとか、また携帯をこう置いた時に晴れてる時とかですと直射日光が当たってしまって高温になって使えなくなっちゃったりとか、また雨が降ってきてしまって濡れてしまったりとか、それからこういった原付とか特にそうなんですが非常に振動が多くて壊れてしまったりとか、また振動によってホルダーから携帯が落下してしまって壊れてしまったりとか、まあそういった懸念があるわけなんですけど、これはもうここで表示を全てしてくれて、特にバッグから携帯を取り出さなくてもこのような形で表示してくれるので、落下するということがとにかくないということです。熱によって高温になって使えなくなってしまうということもないですし、携帯がなくなってしまう、紛失してしまう、破損してしまう、そういったことが防げるという非常に車以上にメリットが満載だということになります。そこがまず一つこちら導入する上で非常にメリットがあるポイントになっております。でこちら今カープレイだけなんですけれども、もちろん Android Auto も使うことが可能なので、そちらの方もつなげてご紹介します。でまずこちらリンクを押して、ここで Android Auto、Bluetooth、CarPlay、この3つが選べるようになっています。で、Android にしたい場合はこちらを押していただければ、あとは待つだけということになります。
はい、このように Android につなげることも可能で、続行ということで、はい、このように Android も素早くつなげることが可能ということになります。はい、なので、iPhone ユーザーさんでも Android ユーザーさんでも両方とも使えるポーダブルダミーになっているというのも大きな特徴になっています。で、こちらのポーダブルナビなんですけれども、非常にカープレイ、それからアンドロイドつながりやすくなっているので、特につながりが悪いといったようなクレームによる問い合わせっていうのはおそらく少ないと思います。安い中華製のポータブルナビとかでしたら何やってもつながらないといった状況があったと思うので、まあ、今度サポートってなるとまたサポートの窓口がなかったりとか非常にずさんな状態だったと思うんですけれども、こちらはもう物自体も非常にいいですし、また今回こちらの製品なんですけれども、アキーヨとラブーンのコラボ企画ということでダイレクト販売というのを行っております。で、そこで買っていただきますと、通常は保証は1年になるんですけれども、なんと保証2年付きで購入することができますので、ぜひ興味のある方はそちらの方もご覧になっていただければと思います。さらに我々編集長、そして私が全力で何か問題があった時にサポートの対応をさせていただくという特典がついておりますので、購入した後も安心して使えるというメリットがありますので、ぜひ概要欄ご覧になっていただければと思います。カープレイについてご紹介したんですけど、次何ができるかと言いますと、こちらドライブレコーダーとして使えるということになります。で、今こちらドライブレコーダーなんですけれども、今後ろを映してます。このようにカメラ後ろについているんですけれども、後方視界を映し出すことができるということが次の大きなセールスポイントになっております。通常バイクですと後方視界が非常に見にくいです。見ていただくとお分かりいただけると思うんですが、このように株とかですとこういったミラー、こういったガラスのミラー、このこれしかついていないので、後方の視界、特に走っている時なんかですと非常におっかない思いして走らなきゃいけない。特に原付とかになりますと並走している車よりも非常に遅くて、制限速度が30キロということがありますので、常にオーバーテイクされるという頻度が伴うということがあって、いつ追い越しをかけてくるのかわからないような状況で走らなきゃいけないので、非常に怖いです、正直言って。ですけれども、これがあることによって後ろの視界をしっかりと確認ができる。正直言いますと、このミラーなくてもこれがあれば全然問題ないわけなんですけど、空気上は右側にミラーつけなきゃいけないというのがありますし、大型バイクとかですとミラー当然ついてないといけないわけなんですが、極端な話ですけれども、これだけでも十分後ろの確認ができると、左右の確認もしっかりとできるということになります。ただモニター付きのドライブレコーダーはもっと安価な価格でももちろん出ているわけなんですけれども、これはカープレイが使えて、オーディオ関係とかももちろん使えて、Android Auto ですとネットも見れたり YouTube も見れたりとかもするんですけれど、さらにドライブレコーダーが付いていて、またもう一つ大きなポイントとしては BSD 機能ということで、ブラインドスポットインフォメーションが付いているということになります。それも左右、それから後ろということで、車が来た時に音ではないんですけれども、この表示上で知らせてくれるという機能がついております。で、さらにこれオプションにはなるんですけれども、なんとこちらタイヤの空気圧センサーというものもついています。これはワイヤレスになっていまして、前と後ろとでリアルタイムで空気圧、それからこちらのメーターの画面を開いていただきますと、こちらなんと温度まで表示されるようになっております。これはね、私もそうなんですけども、非常にありがたい機能だなと思います。すごくこう安全安心感が高まる機能、特に夏場とかですと路面温度がものすごく高いので、タイヤのバーストとかすごく気になったりします。で、この内圧が上がりすぎて、かつ内圧の温度自体もなんか異常なほど
高くなってしまうと、より一層バーストの危険性というのが高まるわけなんですけれども、そういったのがこの数字上でもしっかりと確認ができるということ、まあ、そこもすごく安心感として高い機能になっていて、非常にライダーとして魅力的な機能になっているのではないかなと思います。でさらにこちらのメーターなんですけれども、このボルテージって書いてありまして、電圧も見ることができます。特にこの原付になりますとバッテリーが非常にちっちゃいので、すぐにバッテリーが上がってしまったりとか、あとこういったものをつけていると消費電力が大きくなってしまって、特に冬場なんかですとエンジンの始動が困難になったりするようなケースもあったりするとは思うんですけれども、そういったこともしっかりとこの数字上で確認ができるということですね。そこもすごく重要なポイントになってくるかと思います。あとは標高差とか、こちらOBD オプションにはなるんですけれども、それをつけることによってエンジンの温度であったりスロットル解度であったり、そういったものも表示することができるようになっておりますので、場合によっては純正のメーターよりもより一層細かなインフォメーション情報がしっかりと受けられるというところのすごく大きなポイントになってくるかと思います。ここまで主要の機能をご紹介してきたんですけれども、一つ気になっていることがある方がいらっしゃると思います。こちらの競合機種にあたりますさんからリリースされていました、まあ、同じカープレイのポータブルナビ、バイク用のやつになるんですが、あれが先日販売が停止になりました。でその理由何かと言いますと、こちらなんですけれども、このカープレイというのは電波が5ギガヘルツ帯ということになっていて、実は野外で使うことが電波法で禁止されております。なのでさんの場合ですと、それが電波法で引っかかるということで販売が一時ストップしたということがあるんですが、これはなんと5ギガヘルツ帯ではあるんですけれども、別のバンドを使ってカープレイの方、それからアンドロイドオートが使えるようになっているというところが非常にセールスポイントとして高いところになっております。はい、ここ見ていただけますと、これが表示されていると 5.6GHz 帯ということになりまして、合法なバンドでカープレイが見れるということになります。もう一度カープレイがちゃんとつながるかどうかをご確認いただければと思います。正直申しまして、 W52 から W56 にすることによって電波法としてはクリアできるんですけれども、つながるスピードがやはり若干遅くなります。で私が計測したところで言うと1分ぐらいつながりに時間がかかってしまうということで、まあ、そこは日本の規制、日本の電波法としてやはり法律で定められているものがありますので、そこをそのレギュレーションをクリアするためには遅延が生じてしまっても今の現時点では仕方がないということが言えるんじゃないかと思います。ただ確実につながってくれますので、下手な安物のカープレイなんかに比べると桁違いにつながりは W56 バンドを使ってもいいということもお伝えできるかと思います。細かな設定をご紹介していこうと思うんですが、こちらです。でこちらもう一つすっげー重要なところがあって、この画面と音量というところなんですけども、これ今昼間の今ちょうど昼過ぎたぐらいなんですけど、非常に光が強い状況です。ですけど見ていただくと、このスクリーンの画面が映ってるのがお分かりいただけると思います。通常の安物のポータブルナビですとはっきり言って見えません。そのぐらい輝度が低いです。このぐらい輝度が低くなります。このぐらい輝度が低いです。正直何が映ってるのかよくわからないというレベルなわけなんですけども、これはしっかりと、はい、このように輝度が確保されると。でしかもオート輝度までついちゃってるということで、ほとんどのモニターがついてるものは輝度調整ができないもので、かつ非常に輝度が低いものになっていて、モニターで後方視界が確認できていい、いいなと思ってドライブレコーダー購入したとしても見えないです、正直晴れてる時なんか特に。ですけど
これはそんなことが全然なくて、ちゃんと自分でこうやって任意で明るさ調整をすることができますし、これ最大輝度が実は1200カンデラもあります。1200カンデラって言いますと、私が再々ご紹介しているマックスインの四輪のドライブレコーダーなんですが、MDR の A001、A002、それから最近レクサスのオーナーさんに非常に人気のある MDR の PRO1、あの辺になりますと輝度が1200カンデラ、それから PRO1 ですと1800カンデラということで、非常に昼間でもくっきりと明るい、しっかりと見える、映り込みが少ないといった非常に人気のあるドライブレコーダー、スマートミラーになってるわけなんですけれども、それと変わらない輝度がこのアキーヨの AIO ハイブライトにも備わってるということで、さすがに価格がそれなりにする分だけあって、機能がしっかりとしているということも皆様にお伝えできるところかと思います。でこのように周り黒いと、周り黒いと映り込みが激しいということは、例えばこちら壁紙変えることももちろんできますので、こうやって壁紙変えていただければ非常に見やすく なるということになります。こんな感じですね、見やすくなるということで、この辺はまあお好みに応じて設定することは可能であるということになります。で音量に関しても、こちらは起動の音量、それから今タップしてこうチッチッチッと落としますけど、まあ、この辺の音量の調整ですね、まあ、操作音で起動音調整ができると。それからこちら、あとはストレージですね。でこれはなんと内部ストレージが入ってます。もうそこも、もうそこも他のドライブレコーダーと比べると注目できるポイントだと思います。通常の安物のドライブレコーダーですと内部ストレージ入ってません。だいたい SD カードだけで対応しなければいけないわけなんですけども、これはちゃんと内部ストレージも入っていて SD カードも使えるようになっているというところ、そういったところなんかも非常に機能が充実しているということになります。でメニューで、こちら空気圧ですね。これはオプションのセンサーをはめるとすぐにペアリングされて、空気圧このような形で表示がされるようになっていて、ちゃんと低圧警報値、高圧警報値ということでアラーム設定までできるようになっています。これも非常に便利ですね。もう正直もう車にもなんかつけたいなってぐらい非常に便利なものだと思います。まあ、二輪なんかですと、もうとにかくタイヤが命取りで、タイヤがとにかくパンクしたらもうすぐに車が廃車になったり転倒したりってことが出てきたりすると思うので、特に空気圧管理っていうのは気を使っていらっしゃる方は多いとは思うんですけれども、もうこれも非常に嬉しい機能かと思います。から音声出力ですね。でこれは今回私も DCOM PLAY という新ソロツーリング用のインカムを使ったんですけれども、このユニットとつながるわけではなくて、ここにも書いてあるんですけども、スマートフォンとインカムとつながって、スマートフォンと AIO とが AIO5 ライトがつながるという設定になってます。なのでインカムからこの AIO5 ライトにつながるということはないので、あくまでも iPhone を経由してつながるということで、 iPhone の例えばカープレイを使うというふうになった時には、 iPhone を経由してここで表示が、必要情報が表示されたりとか、音声が表示されたりとか、通話ができたりするようになっております。あと GPS ももちろんついていて、まあ、こちらが GPS になるんですけれども、まあ、私ここに設定してるんですが、受信されるということで速度表示がされたりとか、あとは時計の表示ですね、いちいち設定する必要というものもないということで、動画のファイルの収録動画なんかも探しやすくなっているということになります。それからもう一つ、このリモコンです。これもオプションになるんですけど、すごく使いやすいリモコンになってます。それがこちらになるんですけれども、これなんとワイヤレスなんですね。 Bluetooth になってるんですけれども、やはり他のメーカーのドライブレコーダー、カープレイオーディオを見てみると有線になっていることがほとんどです、正直言って。なのでこのリモコン
特に右にありますとグローブをつけて走られる方がほとんどなわけなので、グローブで操作をできないとやはり使い勝手として悪いというところもあります、まあ、そういう方にとってはこれすごく重宝するアイテムですし、原付とかですとね、特にこう素手で乗るケースも多いし、ゴム手袋を使って薄手のゴム手袋とかでしたらタッチパネルも効いてくれるので、タッチパネルで操作した方が早かったりはするんですけれども、走ってる時に例えばモニターを見て操作すると危ないと思うんです。そういった時に直感的にここで操作して、例えばドライブレコーダーの前後表示を変えたいとかっていった時に表示したりとか変えたりとか、電話の受け答えをここでしたりとか、とっさの操作がここでできるよということ、なおかつそれがワイヤレスになってるんで、見た目も取り付けた後の見た目も非常にシンプルということで、ライダー乗りの方、バイク好きな方は特にそうなんですけど、あんまり特にこうビッグバイク乗られていて外車のバイクとかでしたら、あまりこうベタベタいろんなものをつけたくないって方も多いと思います、見た目が悪くなっちゃって。ですけどこれ全く見た目とかも特にそんなに気にすることなく、これだけになってしまう、これだけに なってますので、美観を損なうということも非常に少ないですし、操作性も格段に良くなるということになります。あとは視覚監視っていうところなんですけど、これ BSD 機能というやつになっておりまして、まあ、標準と高感度ということでこう選べて、またこの速度領域によって作動させることもできるようになっております。まあ、最後にこちらはバージョンですね、更新。こういったのも Wi-Fi でつながっていれば更新というのもしっかりとできるようになっておりますので、アップデートも即座にできるという非常に使いやすいものになっております。続きましてアプリの機能ですけれども、CG5 というところを押していただいて、これ実は携帯ですね、これ押すと Wi-Fi バンドが発生して携帯につなげることができるんですけれども、携帯上でもカメラが映している前後方向の状況であるとか収録動画等を見ることができますので、そちらの方もご紹介していきたいと思います。でもちろんアプリを使って設定や操作が可能です。で、CG5 というアプリを開きます。で、デバイス接続で Wi-Fi も接続しておいて、そうしますと機器で接続確認をお願いします。そうしますとこのように今前のドライブレコーダーが映し出している前の画面、それからこちらをタップしますと後ろの画面ということで見ることができます。で、ここを押していただくと 1080p か 720p 設定ができます。で、ここを押していただきますとここでも設定ができて、先ほどの 1080p、 720p、それから融合出力、録音時間、データの重ね合わせ、これ先ほどのモニターでもご紹介した通りです。で、ミラーのプレビュー、で衝突検知の感度設定で、駐車監視ですね、こちらも感度設定、それからこちらの方が内部ストレージと SD カードの今保存の状況がどうなっているか、それから音声録音、まあ、こういったものがこのアプリ上でも確認ができて、でまたここ見ていただきますと収録した動画確認ができると、まあ、いうことになってますので、ここからこのように携帯上に動画をダウンロードするということも可能になっているということで、非常に使い勝手も良くなっているということが言えるかと思います。ということで、非常に使い勝手が良くて他のドライブレコーダーとも全く引けを取らない機能が搭載されております。最後にドラリコの設定、詳細設定なんですがこちらです。こちら
解像度は 1080p と 720p と選べるようになっていて、で合成出力っていうのでフロントカメラの映像に対してリアカメラの映像を合成する、もしくはリアカメラの映像に対してフロントカメラの映像を合成するという、この3つのパターンですね、選べるようになっています。で収録時間ということで、1つの収録動画の時間を設定することができる。途中でカープレイが繋がっちゃったんで表示されましたが、まあ、このように設定ができると。でそれから日時とか速度とか経緯度とかその辺のデータをつけるかどうかっていう設定であったり、あとは鏡像ですね、それから衝撃検知で、また駐車監視のオンオフ、それから録音のオンオフということで、もう車にもついてる、四輪にもついてるような機能がこのアキーヨの AI5 ライトにもしっかりと備わっているということで、大切にされているバイクですねの駐車している時に万が一いたずらにあった場合の状況証拠等にも使える、そういったドライブレコーダーになっているっていうのも大きなセールスポイントになるかと思います。次に一番気になる取り付け例ご紹介したいと思います。この株でも十分に取り付けられてますので、まあ、ほとんどのバイクで取り付けすることが可能かと思います。で私の場合はなんですけれども、こちらのグリップ、こちら固定のグリップになってますので、ここにこのステーをブラケットを取り付けています。でこのブラケットも非常によくできていて、ツヤ消しのブラケットで非常に質感が高いものになってます。でまた振動に耐えられるようにトルクスのボルトが装着されておりまして、緩まないような設計になって、振動で緩みにくい作りになってます。でこちらがモニターなんですけど、このようにモニター自体も角度の調整がしっかりできますし、ここボールジョイントになっています。ここコンロットっぽくなってるんですけれど、こちらがボールジョイントになってますので、こういった角度調整ができるようにもなっています。なので、まあ、火が照っていて映り込みが激しくて見にくい場合なんかですと、角度をこう調整して見やすい場所に設定したりするということもできます。でもこの状態でも十分にバイクを走らせる上で弊害があるところというのも全くないという状況で、非常にスッキリとした取り付けができるというのもこちらの AIO5 ライトの特徴になってくるではないかと思います。こちらがモニター下の配線になるんですけれども、よくありがちなのはモニターの端から配線が入っているものがあったりするんですけど、これちゃんと見栄え考えられていて、モニターの裏から配線が出るようになってますので、配線が見にくい仕様になってます。で株の場合ですと、ちょうどここのところに継ぎ目がありまして、このカウルですね、ここの中に配線を入れていると。でここの部分だけワイヤーが出てますので、まあ、このワイヤーにこの付属の TG のタイラップ取り付けて、この中に配線を通すようにしています。フロントカメラなんですけれども、こちらになりまして、私はここに取り付けをしていて、先ほどの要領で下に通して、ハウルとハンドルの継ぎ目のところに配線を入れています。でこちらの GPS も同じ要領で取り付けの方を行っています。このリモコンなんですけれども、付属のステーを使って、ミラー自体はこれネジになってますので、その間に割り込ませて取り付けを行っております。ただこれ標準ですと穴の径が少し小さくなってますので、私は 8.5 ミリのドリルでさらに台形に穴開け加工をして取り付けの方を行っております。で先ほどのハンドルからの配線なんですけれど、ちょうどこのカウルがあって、このカウルの下を開けるとフレームになってるんですよ。なので、そこのフレームのところでタイラップで止めて、配線の方は固定しています。で、こちらの方が、電源のケーブルになります。
で、これも車のドラレコと同じで、バッテリー端子とアクセサリー端子とアースと三芯のケーブルになってます。なので、バッテリー端子はバッテリーの B 端子に取り付けて、アクセサリーはアクセサリーの端子、それからアースはバッテリーのマイナス極に私の方は取り付けの方を行っております。で、最後にリアのカメラなんですけど、カメラの配線は前からこう後ろにこう通っていて、私の場合は結構適当なんですけど、荷台の下を通して、この下ですね。下のところに配線が止められるところが純正でもついてるのがあるので、そこにはめ込んで、で、このテールの後ろに取り付けの方を行っておりますので、まあ、全体的には配線が見にくい仕様になっているというのもこの AIO5 ライトの大きな特徴になってくるかと思います。はい、ということで今回はこちらライダー乗りにとって最も今注目されておりますカープレイ2カメラドライブレコーダー搭載の 4W ナビのご紹介をいたしました。今日が照ってきまして、より一層画面が見にくい状況なんですけれども、非常に輝度が明るくて走行中でもしっかりと画面の確認ができるという基本的な機能というのが、周りの安物のこういったナビ、カープレイキットにはありえない機能ということなんですけれども、それ以外にも周りの他社製品を凌駕する機能が搭載されていることをご理解いただけたんではないかと思います。なので価格的にはそこそこするものなんですが、これを超えるものは今現状ですとないといった状況になります。で、仮に衝動買いをされたとしても間違いなく損する、買わなくてよかったなって思うような、そういったアイテムはなくて、間違いなく買ってよかったと思える製品になるはずですので、ぜひ一度検討していただければと思います。で、また先ほど冒頭でご紹介した通りで、我々のダイレクトサイトで購入をいただけますと、通常1年保証なのがさらに1年延長の2年保証をつけて販売することが可能になっております。また私、それからラブーンの編集長、我々がしっかりと買った後の不明な点等もしあればサポートの方も代行しておりますので、保証期間を延長したい、また手厚いサポートを受けたいという方はダイレクトサイトで
こちらの製品の方を購入の検討をいただければと思います。それではまた次回のチャンネルでお会いできることを楽しみにしております。失礼をいたします。